ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、虹っていくつ色があると思う？7色だとよく言われているけど、実際のところはどうなんだろうな。一般的には魔理沙が言うように、赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の7色だと考えられているけど、国によっては6色だったりするそうよ。そういうこともあるんだな。最近、虹を見ていないから久しぶりに見てみたくなったわね。白い虹というのも、実はあるけど知っているか？白い虹なんてないでしょ。ちゃんと白い虹も存在しているんだぜ。ただ、この白い虹は、良くないことが起こる前兆だと考えられてたりもするから、あんまり見たくはないような気がするぜ。どんな良くないことが起こると考えられているの？地震の前兆だと考えている人もいるんだ。実際に東日本大震災の前には、この白い虹を見たという人もいるらしいぜ。なんだか、白い虹に関して詳しく聞きたくなってきたわね。それじゃ、今回はこの白い虹の話をしてみようと思うぜ。よろしく頼むわ。ゆっくりしていってね。そもそも、虹とはどのような原理で発生するか、霊夢は知っているか？全く知らないわね。虹は、太陽の光が雨に反射して起こる現象なんだぜ。雨粒や湿気の粒が、いわゆるプリズムの働きをして、太陽光を分光することによって、日本人が言うところの、7色に色が分かれて虹となるわけだぜ。プリズムって理科の実験で使ったやつね。そうそう、あれで光の分光に関する観察をしたと思うぜ。白い虹は雨ではなく、霧に反射することによってできるという点が、一般的な虹とは違うんだぜ。霧の粒は雨粒よりも、粒子が細かいというのはなんとなくわかるだろ。確かに霧の粒の方が細かそうに思うわね。霧の粒は雨粒よりも細かいから、プリズムのような働きをしないと言われている。つまり、分光が行われず、すべての色の光が同じように拡散されるということだ。それを遠くから見ると白く見えるってことね。そういうことなんだぜ。この白い虹に関しての記録はとても古い。中国では昔、白い虹は武器を表し、太陽は君主を表すと考えられていたんだぜ。そして、この白い虹は神化が氾濫して、君主を倒す前兆だとも考えられていたぜ。政変の前兆という扱いをされていたのね。その頃から白い虹は、不吉なことが起こる前兆と考えられていたということだな。ちなみに、このことはことわざとしても残っている。発光火を貫く、ということわざだぜ。元は、中国の戦国策という書物から引用されたものだ。神化が氾濫を起こす様を表現することわざなのね。そして、現代では白い虹は、大地震の前兆ではないかと考えられている。なるほどね、いつしか見方が変わったのね。ある意味で、白い虹は人に危害を加えるものと考えるなら、それほど意味が変わったわけじゃないかもな。かつては白い虹は武器を表していたそうだから、ある意味で、人類に対する武器は災害かもしれないわね。ちょっと飛躍しすぎた話だけど、白い虹と地震との関連は、大いにあると思うぜ。東日本大震災の直前にも、白い虹が目撃されたと言われている。また、2016年9月9日、アメリカのミズーリ州と、ニュージャージー州では、マグニチュード 3.4 の地震が発生したんだけど、2016年8月22日に、ミズーリ州、ニューヘブンで、白い虹が撮影されているんだぜ。日本だけではなくて、アメリカでも白い虹と地震が関連しているかもしれない事例があるのね。他にも多数、白い虹が目撃された後に地震が起きた例があるんだぜ。地震と白い虹は、何か関連があるのかもしれないわね。地震発生前には、電離層に大きな影響が出るという説もあるから、何かしらの関係があるのかもしれないぜ。将来的には、地震の予測なんかに使えたりしたら大発見ね。白い虹は、先ほど説明したけど、元は天災が起こる前兆ではなくて、政変が起こる前兆だったぜ。1936年2月25日に、小説家の井伏正治は、白い虹が太陽を貫くという光景を目撃したと言われている。その後、何が起こったか霊夢はわかるか？226事件ね、陸軍によるクーデター事件だわ。当初から、あの反乱は君主を倒すためのものではなかったのは確かだけど、最終的には、俗軍という扱いになったことを考えると、白い虹が表す通りになったとも言える。その後の歴史を考えると悲劇の連続だから、白い虹はそういう意味でも強調ね。もし、白い虹を見かけたら注意した方がいいぜ。天災か人災のどちらか、または両方起こる可能性があるからな。確かに気をつける必要があるわね。他にもそういった予兆ってあるのかしら。いろいろあるぜ。他の前兆についても知りたくなったから、いくつか紹介してほしいわね。それじゃ、いくつか地震の前兆を表す事象を紹介してみるぜ。地震雲というのは聞いたことがあるか？なんか聞いたことはあると思うけど、詳しくは知らないわね。地震雲とは、地震が発生する前に現れると言われる雲のことだぜ。
形状や種類はその時々で異なるんだけど、どれもこれまで見たこともないような、色、形をしていると言われているぜ。SNS で画像が拡散されていたりするやつね。あれ、幻想的な感じがするけど、地震の前兆だとすると怖いわね。地震雲が発生するタイミングは一定ではないと言われていて、地震の1日前に見られることもあったり、10日前に見られることもこれまであったそうだ。それでも地震の前に発生することが多いのね。基本的にはそのように言われていることが多いな。特に有名なのは、阪神淡路大震災の前に出現したと言われる地震雲だぜ。地震が発生する約1週間前、震源に近い明石海峡大橋の真上には、見たこともないような竜巻状の雲が発生したと言われている。それが地震雲だと考えられているのね。この不気味な雲の写真が拡散され、地震雲だったのではという話が広まったぜ。他の大地震の前にも、地震雲が見られたことがあるのかしら？もちろんあるぜ。2016年の熊本地震の前にも、この地震雲が見られたと言われているぜ。熊本地震は最大震度7を記録した、東日本大震災以来の規模の地震だったぜ。いつ頃見られたのかしら？地震発生の、当日や3日前に見られたと言われているぜ。複数の地域で、異なる時期に見られたそうだぜ。当時は、不思議な雲に魅了されて、写真を撮ったものが SNS に投稿されていたんだが、熊本地震の後には、これらの雲が地震雲だったのではないかと考えられるようになったぜ。最初はそのような雲だと思わなかったのね。地震雲は主にどのような形をしているのかしら。地震雲として一番多いと言われているのは、太い帯状の雲だぜ。その他には、放射線上に広がる放射状雲や、竜巻型の竜巻雲、空と雲の境界が鮮明に分かれている断層雲や、波のような波紋雲、弓に似た球形雲などがあると言われているぜ。いろいろな形があるのね。色の違いとかはあったりするのかしら。さっきの虹は白かったけど、夕焼けや朝焼けなどの時に、空や雲の色、そして色彩やコントラストが、異常なものになるとも言われている。赤や紫、黄色や金色など、見る人によって表現は様々だけど、はっきりとその異常性がわかると言われているぜ。普段見るものとは全然違うのかもしれないわね。どのようなメカニズムで起こると考えられているのかしら？さっきの白い虹みたいに、メカニズムがわかっていたりするのかしらね。典型的な仮説としては、震源周辺から発生する電磁波が、雲の生成に影響を与えることで、地震雲が発生するのではないかと言われているぜ。なるほど、電磁波が原因なのね。地球の磁場や宇宙線、太陽風による磁場などがあるけど、この仮説の電磁波は、それらの磁場の異常や、他の原因によってできた磁場によるものではないかと、考えられているんだ。磁場の異常が何らかの原因で生じて、雲の生成に影響が出て、地震雲ができるってことね。地震の発生前には、断層周辺に大きな圧力がかかるから、その圧力によって、様々な現象が起こると考えられているんだ。確かに膨大なエネルギーが発生しそうな感じがするわね。岩石の中には、圧力を加えると電磁波を発生させるものがあって、大きな規模で圧力がかかると、大きな電磁波と磁場が発生すると考えられているんだぜ。磁場が変化するのは、そういった岩石の影響なのね。また、圧力によって地中の磁性体が変性したり、変形したりして磁場を変えたり、岩盤の破壊や、圧力変性による地電流の異常が、磁場を変えたりすることもあるんだ。そういったことが重なって、地震雲ができるという話なのね。まあ、あくまで一つの説だから、結論ではないぜ。さらに詳しく電磁波に関して見てみると、電磁波の放射によって、地上にも磁場変化や電磁波放射が起こることで、高エネルギーの電磁波が気体分子をイオン化させるため、大気中に増加したイオンが、水蒸気の凝結核となって雲の成長を促進し、地震雲が作られるという話もあるぜ。高エネルギーの電磁波は、断層によって引き起こされるって感じなのかしら。まあ、そう考えられているぜ。地震を引き起こす断層のズレを引き起こすエネルギーは、膨大なものだぜ。私たちの常識を超えた力が発生していても、おかしくはないかもしれないぜ。そのあたりもいずれ解明されるでしょうね。より正確な地震予測につながるといいよな。断層がずれる際のエネルギーって、私たちの身の回りのものに換算すると、どのくらいの量なのかしら？東日本大震災は、マグニチュード9クラスの地震だったわけだが、そのエネルギーは広島型原爆、31,792個分だと言われているぜ。原子爆弾3万発を、同時に爆発させたエネルギー量って凄まじいエネルギーね。ちなみに、発生したエネルギーをジュールに換算すると、2.0 の、10の18乗ジュールになるぜ。なんか想像がつかないわね。日本全国の年間エネルギー消費量の、大体2割くらいだと思うといいぜ。年間のエネルギーの2割を、一度の地震で発生させられるのね。
まあ、マグニチュード9クラスの地震1回で、このエネルギー量だから。それよりも小さな地震がたくさん起こっているから、私たちの知らないところで、とてつもない量のエネルギーが発生しているとも言えるんだぜ。そう考えると、地震には私たちのまだ気づけていない、何かがあるのかもしれないわね。最新の研究でもわからない何かがあるのかもしれないぜ。他には地震の前兆になることってあるのかしら。それじゃ、次は言い伝えをいくつか紹介してみるぜ。言い伝えって、昔からよく言われている迷信みたいなやつよね。現代では迷信と考えられていると思うけど、一応紹介してみるぜ。記事、鶏が藤に鳴くと、地震がある、は、愛媛県の言い伝えだと言われている。記事や鶏がいつもと違う時間に鳴くのは、地震の前兆だと考えていたのね。実は他の地域でも、特に記事と地震を結びつける言い伝えは、数多く残されているんだ。例えば福島県では、記事が3世続けて三度叫ぶと、地震あり、と、言った言い伝えが残っているし、長野県では、記事の驚き声は、地震のある前触れ、という言い伝えもあるくらいだぜ。一般的に地震と動物というと、ナマズかなと思うけど、キジも地震を感じ取ることができるのかしら。現代でも、地震の前にキジが鳴きまくっていたりする事例もあるみたいだから。キジは、何かしら地震を感じ取ることができる動物なのかもしれないぜ。さっきの話で出ていた、断層で発生した磁場の変化を感じ取れるのかもしれないわね。確か、ナマズもそういった変化を感じ取ることができるとか言われていたでしょ。確かに、ナマズには電気を感じる部分があるとか言われているぜ。ナマズは水を媒介にして、キジは空気を媒介にして、何らかのエネルギーを感じ取っているのかもしれないぜ。地震の前にその兆候を見せるとするなら、その伝達する速度はとても速いということになるぜ。本当に不思議な現象だけど、いずれは解明されるかもしれないわね。宮城県には、蛇は地震の前に木に登る、という言い伝えもあるそうだぜ。今度は蛇ね。蛇も、キジやナマズのように地震を感じ取れるのかもしれないぜ。この蛇と地震に関する言い伝えも、数多くあるんだ。やっぱり、私たち人間には備わっていないような危険を察知できる何かしらの感覚が、動物にはあるのかもしれないわね。私たち人間にも、かつては備わっていたのかもしれないとも考えられるぜ。文明の発達とともに、そういった感覚が退化していったのかもしれないぜ。確かに、それはあるかもしれないわね。地震災害は私たちが考えるよりも、はるか昔からあったでしょうからね。今の私たちがこうしているのも、はるか昔の人間がそういった災害を、どうにか生き残って、今に至っているわけだしね。災害を感じ取って、安全なところに逃げるような能力が、かつてはあったかもしれないわね。私たちがたまに、第六感とか、感とか呼んでいるものの正体も、かつての能力だったかもしれないな。確かに、なんとなくそういうものってあるわね。気味が悪かったり、怖かったり、不快だったり、そういった根拠のない不安みたいな感覚ね。そういう感覚がするときは、安全を確保した方がいいのかもしれないぜ。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。